久しぶりにこういう入り方しましたけども、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。ホテルの部屋に帰ってまいりました。博多のホテルから喋っておりますよ。いやー、しんどい試合だったみたいだけどね。オリックスさんの話ね。ホークスは快勝よ。快勝ってでも押され気味なんだけども、しっかりピッチャーが粘って、石川君が粘ってね、で津森が頑張ってさ、又吉君が150ホールドマークしてモイネロが締めるという、柳田が復帰してヒットを打って、グラシアルがホームランを打つね。ホークスも万全ではないんだけど強いね、やっぱりね。気持ちのいい野球でした。で今日もあの又吉君が放送終わってからのアフターゲームショーに出てくれたんだけども、僕は彼にインタビューするの2回目か3回目なんだけども、本当いつも気持ちいいね、彼はね。すごくハキハキ喋ってくれるし、キャンプの時に1回と、でアフターゲームショーでも1回目かな2回目かなっていう感じで、僕がホークスのところ行くとね、ホークスの勝率いいのよね。はい、来週さ、オリックス戦なのよ、ペーペードームで。どうする？5月3日4日5日はね、あのファームの方行くんだけどもね、筑後に行くんで違うんだけども、どうしたもんだろうかという感じでございますが、さあオリックスの話よね。え、今日もしんどい試合だわ。でさっきあの、今あのネットの方で今日のボックススコアを見ながら、ヒットは結構打ってるじゃんみたいな感じで、でも加藤君の前になかなか点が取れなかったんだね。やっぱり天敵加藤貴之だね。中嶋監督もあの8回の同点ツーラン、あの紅林君のあれがなければえらいことって言ってたみたいで、本当そうだね。延長戦に入って、延長戦ですよ、先頭バッター伏見がフォアボール選んで、で代打バレラが1人でつないで、福田君がセンターフライ倒れて、紅林君がデッドボールで満塁から、吉田君のタイムリー勝ち越しで、続く頓宮三振、杉本セカンドゴロと。まだもう一押し二押し欲しかったよね、あの延長10回は。でもさすがに正隆さんですね、打ってくれましたよ。まあ延長戦に関してこれで延長4度あって4戦4勝なのよ、延長戦は。で中嶋監督も、まあ、僕が今日取材したわけじゃないけども、ネットのニュースによると、延長に入らない方がいいんだよね、本当は9回までで勝負を決めてもらいたい、まあ、それ監督の偽らざる気持ち、ピッチャーも使うしね、延長戦に入ったら。で特に今日なんか先行なんでね、延長戦に入るとやっぱり先に点を取らないといけないし、勝負を先に手を打っていかないとしんどくなってくるんでね。まあでもあのよく勝ったね。で吉野君が、まあ、今日は7回116球か失点に、これで良くないって言われるピッチャーもすごいんだけどもね。で、まあ、監督もどちらかというと悪い部類だったと。で、まあ、もちろん決して悪くないんだけども、彼のレベルからしたら悪い部類だって、7回2失点だよ、ね、何が悪いねんっていう感じなんだけども、まあ、でもあの4回に、ね、連打浴びて、失点があった、まあ、でそこにまたホームスチールまで決められてというね、そこって練習してたんちゃうんみたいな感じはあるんだけども、まあね、しょうがないね。まあでもよく勝ったわ、本当に。こういうしんどいゲームをなんとか勝てているというところに、まだ踏ん張れてるという一つの要因かな。これがもう本当2年くらい前はこういったゲームことごとく落として、延長戦はほとんど勝ってないんだからね。で、まあ、去年は延長戦がないんでオリックスもサヨナラ負けが一度もなかったなんていうふうに言う人もいたんだけども、いるんだけども、まあ、今年を見るとね、延長での粘りがあるんでということなんだけどもね、まあ、なかなか先発ピッチャーに勝ちがつかない、というゲーム、まあね、吉野部君が負けなかったのが、せめてもの救いなのかなという感じはします。普通なら7回2失点だったら勝ち投手なんだよね、ということで、まあでも、3連戦の頭、週の頭を取ることができたんでね、よかったね、まあ、とりあえずまた負け越し1つまで戻して、明日勝てば5割。明日宮城くん、なんで頑張ってほしいんだけどもね、まあどうなりますかというところで、で僕は明日もう一回、1日福岡で喋って、明日も西武戦ね、というところでございます。ホークス戦はね、試合終わってからホークスアフターゲームショーってのをやるんで、試合終わってからプラス1時間ぐらい球場にいるのね、放送がね。
結構長いんだけれども、まあでも福岡のゲームも楽しく喋らせてもらってるんで、明日は斉藤和美さんです。でこの後は、皆様のお便りを紹介して、この後の僕の予定言いますよ。もう一本撮ってパート2撮って、でご飯を食べてお腹すくんだよ。試合前は僕はあまり食べない。今日はおにぎり1個だけ4時に、でお蕎麦をちょっとだけ食べた。グルテンフリーにしてるんで、あんまり小麦粉食べたくないんで、お蕎麦もあんまり食べなくなったね。ちっちゃなおにぎり1個と、お蕎麦半玉ぐらい頂戴してお腹すくんだ。この後サラダを食べます。サラダとそうだな、お豆腐ぐらい食べようかなと思ってますけどね。そんな感じで、カズラジバージョン撮ろうかな。撮って、勉強して寝ます。まあおそらく就寝予定時刻は2時になりそうです。今回も最後までご視聴でもよかったね、オリックスさん勝った。この後皆さんのお便りをご紹介しますが、よかった。由伸君に負けがつかないのはほっとするんだけども、なかなか先発に勝ちがつかないっていうのもね、どうかなと思うんだけどもね。まあよかったね、勝ってね。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。横で千佳さんが、池田さんが今日中継したから、おばさんオリックス同点に追いついてますよと教えてくれるんだけどもね。でね、僕はそういうところは、全然知らずにもう目の前の中継に専念してますから、今夜も最後までご視聴ありがとうございました。よかったね。